今日はほうれん草のごま味噌風のスープを作ってきました。味噌風というかもう味噌入れてるんで味噌汁なんですけど、どっちかっていうとごまをね多めに使ってるんで、すごくまろやかなごまのスープに仕上がってると思います。で、普通にね豆乳とごまを混ぜるとすごい美味しいスープになるんですけど、まあ、それだと普通すぎるかなということで、まあ、味噌とごま、まあ、味噌少なめでごま多めのスープにしました。うん、することによって、まあ、ごまの風味を多く感じやすくなって美味しく食べられるかなっていうところかなって思います。うん、なんでごまにしたかっていう、ほうれん草のごま和えが僕がすごい大好きだからっていうところがあって、まあ、このスープを作ってみたんですけど、結構ねこれ鶏胸肉の出汁とか結構旨味がないとあんまり美味しくないのかなって思います。うん、十分ねこの野菜だけのスープ、今日作ったごぼうと人参とほうれん草だけ具材がねのごま味噌汁っていうのは、まあ、ちょっとね旨味っていうのか、うま、ん、みのバランスがちょっと悪いかなって思います。うまみがちょっと足りないかなって思います。はい、うまみが足りないっていうか美味しさがちょっと足りてないというか、なんていうか分かんないんですけど、まあ、鶏胸肉の出汁入れると、まあ、すごく美味しく食べられるんじゃないかなって思います。でもねこの今日作ったこのままでもすごく美味しく食べられるんで心配はいらないかなって思います。まあ、今まで作ったスープの美味しさランキングで言うと、まあ中の中ぐらいなんで、そこまで美味しいわけではないんだけどまずくもない普通のラインかなっていうところですね。うん、でダイエットに関しては、まあ、ビタミン C を多くね取れるスープになってるんで、まあ、すごくいいかなと思うのと、まあ、味噌汁、まあ、味噌を加えてるんで発酵系のね、ものを体に取り入れられるっていうことで、まあ、そこら辺は、まあ、体にいいのかなって思います。まあ、ただね味噌に関してはまあ、塩分が多かったりとか、ものによってはね米をね多く使った、味噌だとちょっとね糖質が多かったりとかで、うん、ちょっとダイエットにはおすすめできないかなと思うんだけど、うん、大豆を多く使った味噌であれば、まあ、割といい感じになるのかなって思います。今日はね3つの具材だけ、まあ、簡単に作ったんだけど、まあ、もうちょっとね具材があった方が、うん、味の深みっていうのがあって美味しいんじゃないかなって思います。栄養とかもねちょっとねビタミン C と食物繊維に偏っちゃってるかな、まあ、ビタミンと、食物繊維だけに偏っちゃってるかなっていうところで、タンパク質がねちょっとすごい足りないんですよ。ちょっとどころか普通に足りないので、うん、プロテイン飲むなり他にね、タンパク質源っていうのがあればそれを食べて補完していただければいいんじゃないかなって思います。まあ他はね、まあ、そこまで気をつけて保管するものっていうのは特にないかもしれないんだけど、まあ、普通にこのスープだけだとね、いっぱい食べるっていうことは多分このスープはできないと思うので、副菜などを用意して野菜をいっぱい食べるようにしてみてください。まあ、野菜を食べるようにするだけでもね結構痩せることが可能なのでだと思うので、まあ、あの脂っこいものばかり食べずに野菜とか副菜っていうのを、まあ、いろいろ食べるようにしてみてください。では本日はねこれで、以上になります。まあ、ほうれん草のスープっていうのはまあいろいろね、ネット上にもあったりとか僕のチャンネルでもいくつか紹介してたりするんで興味がある方はそちらも見てください。はい、では次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。